都市電源ご視聴のための機械学習第8回と題して丸山が発表します。で、今日で分類最後です。はい。で、前回の最初に復習なんですけど、サポートベクトルマシンっていうものをやりました。で、これは、線形二次分類器で、正クラスと、風クラスというなんか2つのクラスに分けるっていうものでした。で、クラスラベルプラス1とかマイナス1とか振ってやって、で、この式で表されるな分離平面で、それが、0より、ある事例を与えて、それより、0より大きければ、正クラスで、小さければ負クラスというような分類をするものでした。で、この分離平面というもの、さっきの式をどういうふうに決定するかっていう話で、マージン最大化っていう戦略を用います。で、これはどういうものかっていうと、そのどちらの、2つのクラスどちらからもなるべく遠い位置で分離するような平面っていうものにするっていうことで、このマージン最大化っていうのは、結局その分離平面の傾きですね、オメガの2乗を最小化するっていうことと等しくて、で、前回の話ではその厳密制約条件っていうのをつけて、で、正しく、そもそも事例が正しく分類できるというような条件をつけて、この最小化で、この最適化問題を解いてやれば、分離平面が決定できるという話 で結局、その最適化問題から、相対問題というのに落とし込んで、このような、相対ラグランジュ関数というものを、ある制約条件の下で最大化してやれば、そのオメガとB っていう分離平面の式を決定できるっていう話でした。で、ここからが今日からの内容で、カーネル法っていう話になっていきます。で、そう、今までは、その SVM だと、結局その個々の、事例ベクトルにアクセスする必要はなくて、この内積ですねをだけが計算できれば、その分離平面というものを決定できます。そこで、カーネル法っていうので内積だけを用いて、学習や分類っていうものを行います。で、その内積を与える関数っていうのを、カーネル関数と呼びます。で、さっきの、SVM の式を、カーネル関数という形で表すと、この K っていう方に与えられて、で、同様に、分類の平面もこの K っていう関数を用います。で、このカーネル関数は、どういうものがあるかっていうと、気構造カーネルだったり文字列カーネルだったり、その構造から直接内積を求める方法であったり、あとは同系規定カーネルだったり、多項式カーネルっていうものがあります。で、今回はこの多項式カーネルっていうものを説明します。で、多項式カーネルっていうのは、このような、カーネル関数ですね、式で表されて、で、X が、それぞれの、事例で、R が、定数で、なんか 1とするのが、一般的なようです。で、D が次元で、例えば、例を挙げて考えると、入力ベクトル2つの、XI と XJ っていう2つがあって、で、この2次の多項式カーネルっていうものを求めるとすると、2つの入力ベクトルを、カーネル関数に代入して、で、R を1として、次元が2で、あとはこれを展開して いって、もう一回内積の形に書き換えると、このような、式で表されることができて、で、結局2次元のその事例のベクトル X っていうのを、高い次元のものに置き換えているっていうことをやっています。で、ポイントとなってくるのは、このそれぞれの成分の、積の、成分っていうものを考慮しているものが、入ってきているっていうことです。で、そのこの低い次元で続くその線形分類 SVM で線形分類できなかったものを、高い次元に
持ち込んで、でまあ高い次元でまあ分類するっていうようなまあことがまあこの多項式カーネルで実現できます。で例題でまああるまあ訓練データ2つのデータがあって、でそれに対してまあ2次の多項式カーネルを用いて SVM っていうものを構築します。でまあそれぞれまあベクトルはこのように与えられています。でまあ解くべき問題はこれで、でまあ最初にそのさっきの多項式カーネルっていうのにデータをまあ代入してやって、カーネル関数のまあ値を求めていきます。でこれをここに代入してやって、であとは制約条件を入れて、まあ、その相対ラグランジュ関数を書き換えて、あとはまあ 最大値を求めることで、まあ、係数 α っていうものが決定できるので、まあ、分離平面がまあこのように求められるられます。で次に対数線形モデルを説明します。で最初にその組成表現の拡張という話をしてからモデルの話に移っていきます。で今まではその事例一つに対して、まあ、一つの組成ベクトルというものを考えてたんですけど、今度はその組成関数っていうのでをまあ成分とした、まあ、組成ベクトルというものを考えます。で、まあ、例としては、まあ、P 氏と N 氏が、まあ、それぞれ、まあ、2つずつ文章を書いていて、まあ、このある単語が、まあ、その文章で出現していて、まあ、かつ Y 氏が書いたものであるものに対して、まあ、1でそれ以外を0っていうするような、まあ、組成関数を考えます。で、まあ、N 氏に対しても、あ、ここが N 氏となって、まあ、同様なものを考えます。でそうすると、組成関数っていうのは、まあ、この1から8までで、まあ、例えば、グッドっていうものが出現していて、まあ、かつ Y 氏であるっていうので、まあ、バッドとエキサイティングとボーリングのまあ4種類と、まあ、それの N 氏のバージョンでまあ4種類で、これをまあ成分として考えると、そのさっきの文章この D1 だと、まあ、このように表されて、まあ、同様に D2、D3、D4 でも、まあ、このように書き換えることができます。で、このような表現を用いて、対数線形モデルというものを導入すると、このような式で表されて、で、この Z っていうのが確率の和が1になるように正規化しているもので、でオメガが、それぞれの組成に対する重みベクトルです。で、分類するときは、そのモデルが、まあ、最大値、確率が、まあ、最大となるような、Y を考えてやればよくて、で結局、この Z と、まあ、エクスポネンシャルの部分を、まあ、その Y という部分を考慮しているのは、まあ、この部分なので、このここがまあ最大となるような y っていうものを求めればいいということになります。で、あとは最優推定を使って求めていけばいいんですけど、そのまま求めようとすると、まあある重みだけがなんか極端にまあ大きくなってしまうので、まあ正則化っていう項をつけてやるんですけど、ただこれはまあ微分してまあ解析的に求めることができません。そこで何か何らかの数値解法というものを用いるんですけど、まあそうです、ニュートン法とか最急降下法っていうのがあって、まあ、例えば最急降下法ならば、まあこのような微分したやつでまあどんどん更新していくようなもので、それを使ってまあ収束するまで計算することで、まあ、学習することがまあできます。で、以上です。